高い壁はぶつかってぶっ壊して、前に進んでけばいいさ。おおおお、強靭な向かい風は背中で逆に射ち、追い風にすればいいさ。153キロ。中京大中京高校高橋宏斗と、小学生の頃にこの中日ドラゴンズのユニフォームを着てプレーすることができたんですけど、またもう一度このユニフォームをプロ野球選手として着れることはすごく嬉しく思っています。打ちのめされて立ち上がれない日もある、明日さえ見えない日だってある、だけど僕らはどこかを目指すだろう、刻む夢の足跡を。でもファンだってなんだって置いといて、ほら判断は簡単さ、単純に空のように果てなく済んだ思いをいつまでも忘れないように。胸の奥の迷いが晴れることなんてないけど、雨上がりの空に心が揺さぶられたら、さあ旅立ちの時だ。越えらんない高い壁はぶつかってぶっ壊して、前に進んでけばいいさ。おおおお、強靭な向かい風は背中で受け止めて、追い風にすればいいさ。おおおお、不可能なんてないよ、可能だらけさ。フェニックス行くまでは逃げるために打たれてた。だけど、フェニックスで覚醒したの。え、そうなんですね。もう、本当に無双。不平不満を言う前にまず一歩、へこむ前にとりあえず一歩、ほら気づいたらもう二歩目、片足でも明日に放り込め。そうさ、笑ったって泣いたっていい、お前が生きてんのが素晴らしい。傷だらけの心の中